ンゴニ族は、現在のタンザニア、マラウイ、モザンビーク、ザンビアに住むバントゥー系の部族。南アフリカのナタール州周辺に羊を持つ。ンゴニご。ただし現在は、ンゴニごに加えて、それぞれの地域の公用語を話す。ンゴニごは、ズール語の模様を多く残す。牛の位置系とトンガニキャトルの飼育を続けながら、南化をした、ングニ族と呼ばれる民族が、期限前後に、 現在の南アフリカのナトアール州からスワジランドの周辺に定住した。ムグニ族は、その後、ズールー族、コウサ族、スワジ族、デベレ族などに分かれた。そして後に、南アフリカの土地を離れ、北上していくムグニ系の部族が、現在、ムゴニ族と呼ばれる人々である。1816年に即位したシャカズールーによって、 ズールー人の諸部族が統一されて、ズールー王国が建国される。王位を争い破れたズイデに従う将軍の一人が、ズワンゲンダバであった。ズワンゲンダバは、氏族を率いて、転戦を続けるも、釈迦ズールーの勢力に圧迫され、一族を率いて北方への移動を開始する。ムゴニ族がザンベジ川を越えたのは、回帰日食の起きた時で、1825年である。 1840年頃には、ムゴニ族は、現在のタンザニア南西部のフィパ族の土地にまで、到達する。伝統的に、ムゴニ族は襲撃したた部族の子供をさらって、ムゴニ族の戦士として教育し、軍に組み込んでいた。常に戦士を補給できる方式であったが、しかし一方で、戦士として育った子供が脱走する事態もあり、それが、周辺部族が、 組織的な軍隊を形成するきっかけになったとも言われている。周辺部族に組織的な軍隊の誕生したことが、後に、ムクワワが、ヘヘ族統一を果たすことにもつながっている。1848年に、族長のズワンゲンダバが死ぬと、ムゴニ族は分裂し、一部は、ニャムウエジ族の土地の東側を通って北上して、ビクトリア湖方面へ、一部は、 南東のルブマシューソンゲア周辺へ一部は南下し、ザンビア西部やマラウイへと戻っていった。それに先立ち、ズワンゲンダバとは別系統のマセコンボニが南アフリカから北上し、1840年頃にザンベジ川を渡っていた。さらに北上し、ニャサコ南端のマンゴチを通り、北東に進路をとる。ズワンゲンダバが死ぬ1848年の後、 息子たちがその後を継ぐ。しかし、軍を指揮していたズールーガマが離反し、クワングワラと呼ばれるガマンゴニを率いて、南東の現在のルブマ州ソンゲア周辺へ移動した。そこに、マラウイのマンゴチからソンゲアに移動してきたマセコンゴニが接触し、しばらく平穏を保った。後に戦闘状態に入りズールーガマが勝利し、マセコンゴニは一部集団の分裂を伴い、マラウイに撤退し、 南部、ンゴニランドを形成した。その後、ガマンゴニの集団は南北に分裂し、チッペタ率いるムショペンゴニが、現在のソンゲア北部に、ムジェルンゴニが南方に成立した。イリンガでムクワワが、ヘヘ族諸部族を統一し、強力な勢力を持ちンゴニ族の領域へ攻撃を、かける。1882年にムクワワの軍が、ムショペンゴニ族長チャブルマの軍を破るが、これ以降は、 両軍は戦闘を休止する。このヘヘ族との戦争で、ジェルンゴニの尊であるワフムバノが活躍を見せ、名声を得た。この1882年から、ムショッペン後には、軍を西に向け、現在のムトワラ州、マサシに遠征し、教会施設を襲撃、さらにザラモ族の土地までをも脅かした。1892年に、ドイツ領東アフリカ政府は、 ソンゲアの町に役所を設置、部隊を駐留させて、G 演習を行い、後に族を牽制した。しかし、1905年のマジマジ反乱が勃発すると、ムショペン後に族長チャブルマはこれに参加、その後に、ジェルン後に族長、ムプタも参加する。しかし、1906年2月に鎮圧され、ジェルン後に族長、ムプタはじめ、副族長たちと戦士たちの数十名が、 公子刑となる。その後、尊厳あるアフムバノは投降したため釈放され、売るところを自ら公子刑を望んで処刑されたという。ゴニ族の土地では、総督の指令した衝動作戦が行われた。無所ペンゴニ族長茶ブルマは健在だったものの権威の失墜と基金の,の発生により、ゴニ族は王子の勢いを完全に失った。19世紀のマラウイでは、 在来の諸部族に対して、ヤオ族が支配的な地位にあったが、南アフリカから北上してきたズワンゲンダバ率いるムゴニ族がその地位を脅かした。ズワンゲンダバは、タンザニア西部へと去ったが、ズワンゲンダバ死後に分裂したムゴニ族の一派が、北から再びマラウイに侵入し、支配領域を形成する。別系統のムゴニ族であるマセコンモニは1840年頃、 ザンベジ川を渡って北上し、南からマラウイへ侵入する。現在のマンゴチまで北上。さらに、北東方面の原タンザニア南部のガマンゴニを攻撃するが失敗し、退却した。マセコンゴニは、マラウイにおいて支配地域を形成する。1891年に、属チクセが死去。その後、一族内で闘争が起き、マセコンゴニの力は衰える。 時を同じく1891年には、いくつかの族長の署名をもとに、イギリス中央アフリカ保護領が成立した。地元民にインタビューした結果、彼ら曰く、ごにとは、急速な機民との意味。ありがとうございます。